始まっちゃってんの？このライブいけないの？始まってんの？わかんないですよこれ。すごい不安定かもしれませんね。今日の日付は8月25日2020年です。 ET トーク特別ライブということで、ちょっと今までやらなかったことをやってみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと前置きで、ここ数日伊佐さんにバイブがかなり近くに来てて、今日は特にちょっとプッシュが来て、お話ししたいわ的にプッシュされてるので、ちょっと久しぶりにやってみようかなと。本当に久しぶりなんで、ちょっとどのようにいくかちょっと分かりませんが、まずは、ちょっと待ってね。まずは、これを聞いてる方でのことですけど、まずは自分の頭の中で軸をイメージしてください。その軸っていうのは縦軸で、光の柱のようなものです。で、その軸の柱の軸をイメージして、それがキューッと上に伸び、下に伸び、で、可能な限り高いところに伸びていくと、その上の先のところに一つの光のディスクが登場します。その幅は関係ある、どのようなものでも関係ありません。多分基本的には皆さんの頭の幅よりちょっと小さいぐらいの光のディスクが登場します。その光のディスクを輝かせてください。ステラーにアクセスします。そのステラーからイメージ的に光のエネルギーが降り始めと同時に、光のディスクが回転し、そこから光が放射されます。その光の放射されている光の放射が、その軸を通じてゆっくりゆっくりと自分の方に降りてくるのをイメージしてください。それがあなたのステラより下のチャクラですね。チャクラというよりは、よりちょっと違う、あなた方が思っているイメージしている7つのチャクラとは違う形、違う構成のものですが、それが12 11 10 9 8 7、あなた方の第中いうところの第7チャクラの上の方へ置いてきます。7、あなたの頭の中により太い、少し太めの光の柱ができるのをイメージしてください。ちょうど頭の中心から上に少し細太めの光の柱が立つ感じです。その光のシリンダー、柱の中にステラーから降りてくる光の粒子がゆっくりゆっくり入っていって、白く輝く様子をイメージしてください。そしてよりその光の柱に意識を当てて、その中に自分のミニチュアがあることをイメージしても構いません。その光のシリンダーの中の自分のミニチュアが白くなり、老化し、形が消え、甘くなり、エネルギーと同化するところをイメージしてください。あなたは形を失い、薄くなり、光になり、その光の柱の中で光と同化し、感覚がより広がり、これまでのこの前の状態と意識の状態がゆっくりと変わっていきます。考えを手放し、感覚を広げ、自分がその光と同化しているところをイメージしてください。ゆっくりゆっくりとボディの波動が上がり始めますが、その段階で熱くなるなり、
ボディがゆっくりとヒートアップするような感じを起きます。降りくると思いますが、気にせずに、そのまま意識を広げて、そのままその光の柱がゆっくりゆっくりと上に向かって伸びていきます。あなたの中の第6と第7の間ですね、第6と第7の間の光のチューブがゆっくりゆっくりと上に伸びて、それと一緒にあなたの、ま、光と同化した別のミニチュアバージョンのあなたがゆっくりと上昇していきます。7.5、8.5、9.5、10.5、11.12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 .
その上に出て、今自分が壮大な宇宙の草原、まあ、宇宙船、宇宙の広がりの中にいるところをイメージしてください。イメージの中で、あなたが、まあ、イメージできる限りの広大な宇宙、星が瞬いている宇宙をイメージしてください。そしてその中に自分が統計てしまう、合体してしまう、一体化してしまうところをイメージしてください。一時的に自分の感覚がその空間の中に落ちていく、もしくは少し沈んでいくような感じがするかもしれませんが、そこは考えずに、感覚を緩めて、ほどいて、可能な限りそこに浮かんでいる様を意識してください。で、その中でより目覚めている状態、考えるのではなく、明確に意識が広がってる状態。人によっては少し感覚が、自分の感覚が広がりすぎて、なんとなくわからない感じになるかもしれませんが、それでも構いません。しばらくその感覚に漂っていってください。浸っていってください。人によっては自分の頭のてっぺん、百会のところですね。頭頭頂部、もしくはそのシリンダー、頭のシリンダーのちょっと右なり左なりのところがより強い感覚になるかもしれませんが、その部分をインテンション、意図を使って軸を中心に戻しなさいと。縦軸、横軸とありますが、その軸を最も理想的な位置に戻しなさいと意識してください。もしくは命令してください。で、さらにその軸、クロスの軸ですね。その軸がゆっくりと下に降りてきて、中心を定めながらゆっくりと降りてきて、あなたがイメージしている頭の中心までゆっくりゆっくり降りてきます。その軸をイメージして、降りてくる様をイメージして、ナビゲーションポイントのこのクロスポイントがゆっくりゆっくりとあなたの頭の中心の方へと移動してきます。そしてさらにゆっくりと後ろ側、あなた方の後頭部に入っていって、ちょうどあなたの後頭部の小脳、右側の小脳、左側の小脳、その間に溝があります。で、その奥にあなたが言うところのパイにある小顆体っていうものがあります。その位置は縦軸よりもより気持ち後ろ側、漠然とその松果体の位置を
に引っ張るように、その軸をその松果体の中に入っているクリスタルに同調させてください。より意識を自分の後頭部、小脳の右左の間の奥にあるあなた方のデバイスですね。はい、スパイニアル、松果体というデバイスにアクセスする。入り込む。その生態的な、細胞的な作りの中に白い、結晶体が入っているわけですが、その結晶の中に軸を入れてください。その感覚に沿って、で、松果体の位置もしくは存在をゆっくりゆっくりと吟味して、よりそこに入り込む、同化する。人によっては自分の後頭部の奥の方がゆっくりの感覚がゆっくりゆっくりと変わっていく感じがするかもしれません。またボディがエネルギーを作り始め、少し熱くなる、もしくは暖かくなる、こうして少し熱い感じがするかもしれませんが、そのまま気にせずに。そのまま少し待って、その位置に意識を接続する、その位置に意識がある状態を感じてください。そこにいることを意識してください。これから トランスミッションをするそうです。ちょっと待ってくださいね。はい、その位置で待っていてください。3、2、1。体の全体の感覚がちょっと震えというか、わさわさする感覚なり、震えが上がっていくような感覚がするかもしれません。気にせずに。人によってはハートのところに少し冷たい感覚が出てくるかもしれません。ハートの中心にやや縦状の冷たい光の流れが出てくるような感じがするかもしれませんが、気にせずに。人によってはその部分が少し低温やけど的な感じになるかもしれませんが、気にせずに。そのままその感覚が変わっていくのを眺めてください。人によってはそのあなたのボディの縦軸がより鮮明に、より明確に、自分のボディの中に縦の軸、縦のパイプがあるのがゆっくりゆっくりと浮き上がってくるかもしれません。自分のボディの縦軸ですね、を意識して、はい、頭の上から尾骨までまっすぐに綺麗な細いガラスの柱、もしくはコンテーナーができる様をイメージしてください。そしてその光の柱の中、縦光の縦軸の中がゆっくりゆっくりと光り始めます。ハートのところから輝きを増して、上下にゆっくりゆっくりと成長していくのを眺めてさい。肩の周辺、首の周辺が少し熱くなるような感じがするかもしれませんが、気にせずに。そのままハートの周辺のエネルギーの集まりに意識を当てて、
ハートから上がゆっくりとヒートアップする感じがするかもしれませんが、そのままで大丈夫です。ハートから上、4、4.5、5、5.5、6、6.2、6.5、6.8、7、7.2、7.5、その領域の柱の外部がきれいに整列するところをイメージしてください。光の柱になる様を眺めてください。ハートから上の上半身ですね、ハートから上のボディがよりエネルギーを作りやすい、ヒートアップする感じが来るかもしれませんが、気にせずに。そのまま意識をハートのところ4番ですね、4番フィラメント4番のパイプのところに意識を戻して、そこから下に向けて4、3.8、3.5、3、あなたの横隔膜のあたりを意識を通して、3、2.8、2.5、2.2、2、腰背面でもクリアリングの反応が出てくると思います。2、おへそよりも少し下の奥の方を意識して、2、1.8、1.5、1.2、1、お尻の周辺、尾骨の周辺に息を通して、ゆっくりと1より上、2のところですね、2のところで集まり始めているエネルギーがもう少しゆっくりと下に降りてくる様を眺めてください。尾骨の周辺の反応に意識を当てて、マイナス2、マイナス2からマイナス1、1、この2つのフィラメント、2つのパイプのところがよりエネルギーで充電され、明るくなり輝き、密度が増していくのを眺めてください。さらに下に向かってマイナス2からマイナス3、マイナス4へ降りていきます。マイナス2.8、マイナス2.5、マイナス2.3、マイナス3、全部の周辺で反応が変わり始めるかもしれません。マイナス3、マイナス3.8。人によっては3から4の間が、より少し広がる感じ、パイプ、ラッパのように下向きに広がる感じがするかもしれませんが、気にせずに。そのままマイナス3.8、マイナス3.5、
マイナス3.2、マイナス4。その領域がラッパ状に、下向きのラッパ状に少しずつ薄くなる感じ。外の空間と溶けるような感じになるかもしれませんが、気にせずにそのまま流してください。再び意識を4のフィラメントに上げて、ハートの前、後ろ、横、右、左、4番フィラメントの周囲を360度多角的に眺めてください。人によっては3、フィラメント3の背面側が反応が起きるかもしれませんが、気にせずに眺めてください。反応が起きる場合は、そこをまとめなさいと。軸に寄り添いなさい。人によっては3、第3フィラメントと